男の指の爪から、上着の袖、靴、服の膝、人差し指と親指のタコ、表情、シャツのカフスに至るまで、その一つ一つが男の職業をありありと物語っている。これらを総合しても、しかるべき求道者の光にならないとなれば、それこそ経典同知というものである。なんたる妄言記号と私は雑誌をテーブルに叩きつけた。こんなクズ記事生まれて初めてだ。何のことだとシャーロック・ホームズが聞いてきた。いや何この記事だよ。私は食卓に落ち着くと卵用のさじで指し示す。君が読んで印をつけたんだろう。うまく書けているのは認めるが尺に触る。どうせ書斎に引きこもって肘掛け椅子にもたれかかりでもして筋が通るようこんなちんけな逆説をこしらえたんだろう。実用には向かんよ。こいつが地下鉄の三等客車にぶち込まれて同乗者全員の職業を当ててみろなんて言われるところを見てみたい。こいつの負けに千倍かけてもいい。金の無駄だとホームズの平坦な声。その記事だが僕が書いた。君がか。そう、僕は観察と演繹の才を兼ね備えている。僕がそこに書いた理論は君にはヌエみたいな話に思えるかもしれないが、実用も実用、実用的すぎて僕はこれでパンとチーズを得ているぐらいだ。どうやって？と私は不本意ながらも尋ねる。まあこれが僕のなりわいでね。おそらく世界中に僕一人諮問探偵なのだ。と言っても君にはわからないだろうね。ここロンドンには多くの刑事探偵と多くの私立探偵がいる。この人々が急すればたちまち僕のもとへ軌道修正してもらいに来るのだ。証拠は皆向こうで揃えてくるから僕は犯罪史の知識をたぐるだけで大抵はまっすぐにできる。悪事には強い同族的類似性があってね。千の事件の詳細を自家役労中のものにして千一番目の事件が解けないとすれば、それこそ奇妙な話。デストレードは馴染みの刑事で、彼は目下偽造事件の煙に巻かれている最中だから僕のもとへ来た。なら他の人たちは？大方民間の更新所から回されてきた人々だ。皆何かしら厄介事を抱えてささやかな解決を望んでいる。僕はその話を聞き、人々は僕の意見を聞き、さすれば報酬は懐の中。だが本気かね？では君は部屋を出ずして謎が解けるというのか？他の人間は事細かに知っていたにもかかわらず、全くお手上げだったというのに。無論その筋ならある種の直感力がある。時として少々込み入った事件が出題することもあるが、その時は動き回って直に物事を見ねばならんよ。ほら、僕には豊富な知識があるから、問題に当てはめてことを格段に処理しやすくできる。この記事にあるようなこれら演繹推理の公式、君にはあざけりの対象でも、僕にしてみれば実地におけるその価値は何者にも代えがたい。僕の観察力も二つ目の天分だ。君は驚いていたね。初対面の時、アフガニスタン帰りなどと僕が言ったものだから。人から聞いたに決まっとる。そんなことはない。わかったのだ。君がアフガニスタン帰りだと、いつもの癖で一連の思考が頭を一瞬で駆け巡って、中の段階を意識せずに結論へと行き着く。ただ中間がないわけではない。
一連の推理を追うと、ここに医師風の男がいる。だが軍人の雰囲気もある。では軍医なのは明らか。彼は熱帯地方から帰ってきたばかりだ。というのも、顔が黒いが、地肌でない上、何しろ腕が白い。彼は、困難病苦を経験している。